私はただいま3号機の原子炉建屋の屋上におります。今回のヘッドラインはこの3号機の燃料取り出しに向けた作業の進捗についてお伝えいたします。タイムリーに伝える、正しく伝える、分かりやすく伝える、現場から伝える、福島第一原子力発電所3号機では、使用済み燃料プールにある燃料を取り出しに向けて屋根カバーの設置を進めています。そして今回、燃料を取り出すための設備を設置しました。この工事は2017年1月に開始し、巨大なドーム型の屋根カバーを支えるための土台やレールを設置しました。7月より、長さ20メートル、重さ50トンほどある半円状の巨大なカバーを吊り上げて設置を進めてきました。現在、5つのユニットの設置が完了していますが、すべてを覆う前に燃料取り出し用設備を設置します。それでは実際に3号機原子炉建屋屋上の現在の状況を見てみましょう。私はただいま3号機の原子炉建屋の屋上におります。この度奥にあります燃料取扱機と手前にありますクレーンが搬入されました。見てください、いかに大きいかが分かると思います。その次に使用済み燃料プールの方に参ります。こちらが3号機の使用済み燃料プールになります。この使用済み燃料プールに3号機の使用済み燃料が貯蔵冷却されております。燃料取り出し用設備はメーカーで組み立て、設置工事のために何度も訓練を実施しました。また陸路で運ぶことができないため、船に乗せて発電所へと運びました。建屋への吊り上げでは日本最大級の大型クレーン2機を同時に使用しての作業となりました。世界で初めてって言われて来てますんで、自然の風、雨、実際に乗ってるのと全然違いますよね。見るだけで今どれぐらいなのか、それは苦労するところですね。今回燃料取り出し用設備の設置は無事終了しました。今後、3つの屋根カバーユニットの設置を進めていく予定です。引き続き、燃料取り出しに向けて安全を最優先に作業を進めてまいります。